全然自が独自でやってますけど、はい、うん、あれいいですね。うん、ああいうのをちゃんとやられたの初めてですね。あ、そうだったんですね。たまにこう、うちで踏んでもらったりはしてますけど、はいはいはい、ちゃんとしたそのプロのやつを受けたのは初めてでした。うんうんうん、ああ、全然違いますかね。違いましたね。うん、なんかコメントでもう踏んじゃえばいいのにみたいな書いてたんですけど、はい、あながち間違いじゃなかったですね。本当にこう、うん、いや、ゾウが踏んでくれるんだったら踏んでくれよと思いますけど。あ、そう、なんかゾウにでも踏まれればいいんですよみたいな書いてましたね。最近思うのは、はい、おみこしあるじゃないですか、はい、みこしのこう担ぐところに棒をつけて、うん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 、で、こう肩に張ってればあれ結構このわっしょいわっしょいでギュギュってなるから、ちょうどいいところに持ってっといてリズミカルに。おもろい。もう変態の想像ですね。妄想ですね。そんなことばっかり考えてるんですよね。そうなんですね。やっぱ欲として一番強いのはほぐしたい欲ですかね。そうですね。やっぱりその究極的に欲しいのは、やっぱりその指でちゃんとほぐされたいんですよ。だからそれができないから多分いろんなそういう全体的な妄想しちゃうんですよね。そっかそっか。だから、自分も受けてみたいですね、一番は。そうですよね、私も自分の受けてみたいです、はい、これじゃダメだみたいな。これはいいとか、これはダメとか言いたい。これがだから、その最後の最後で、あと一つ自信が出ないのは、やっぱり自分がやってることを自分で受けてないから最後の自信がないんですよね。なるほど、確かに本当にいいっていうその絶対的な自信が、まあ確かに一応ちゃんとできてるはずだなと思ってはやってますけど、うん、確認できないですからね。確かにお客さん一人一人の感想ってまた変わりますしね、はい、あとはやっぱりその受けてる人が素人なんで、ちゃんと分かってる人の感想じゃないから。あ、まあまあそうですね、はい、いやでも私がくろうとと言っていいかわからないですけど上手でしたよ。多分花澤さんはまだ自分のそのマックスを受けられないんで、まあ確かに薄めたバージョンでしたけどね。そうですね、そのマックスの部分を受けてもらって、はい、どうかっていう判断してもらいたくて。あ、そうなんですね。この前ケンさんとも、じゃあ満たされてないんですね。ケンさんとも動画を撮ったんですけども、ケンさんもマックスできないんですよ。できないですね、もう十分みたいな感じで言ってましたもんね、はい、うん、だからちゃんとした人にそのマックスを受けてもらって。でもマックス60ですよね。まあそうですね、60とか65ぐらいだったら実力でできるんですけども、はい、あれはまだマックスじゃないですか。あれはだって静止圧ですから。はいはいはい、多分一瞬でこう90とか言ってましたよね。はい、行きますよね。そんなの受けたらちょっと普通の人はダメージが強いんですよ。はい、でも、はい、あれもその60でやりましたけど、うんうん、実際押してる時にあんなに乗せてないんで。あ、まあまあそうですよね、はい、実際多分30とか40とかそのぐらいだと思いますよ。あ、私本で読んだんですけど、はい、まあなんか肩だったら5から10ぐらい、はい、腰だったら15ぐらいみたいなのが目安ってなってました、はい、乗せるべき圧な体重。多分それはだいぶ弱めの人ですよね、うん、あ、本当ですか、はい、そっか。だからそういう、まあ、あるいは本だからちょっと軽めに書いといたのかもしれないですね、はい、責任持てないからみたいな、まあ、そういうのが多分その一般的の数値をこっちに押し付けられてもっていう話なんですよね。あ、まあそうですね、だから割とよくあることで、うんうん、結構その普通はこうなんだよっていうのは、はい、確かに、じゃあ逆に普通の人たちは、うん、俺らがやってるその強もみを普通こうですよって受けられるのかっていう話で、その前ちょっとそのメールで話したじゃないですか、うんうん、その、うんうん、結局その一般的なものがどうこうとかじゃなくて、うん、その個人の問題だからこう見ないとダメって、うんうん、だからそんな数値なんか関係ないんですよね。結局その人に合ってるかどうかなんで、
どうですか？気持ちいいです。はい。まあね、あとまあその指の形とかでも全然あっち変わりますからね、場所とか。変わりますね。本当難しいところなんですよ。本当それこそタイミングっていうか呼吸のね、はい、あれが良かったりすればまた良くなるし。あくまで目安っていうか一要素でしかないですもんね、体重のことは。なんかやっぱりだからそのあくまでその目安を押し付けないでって思うんです。そうですね、まあ、やってほしい人がいてやれる人がいてだったら絶対そこでもう成立してますからね、商売が。そうなんですよね。きついですかね、体ちょっと張っちゃいますかね。今ですか？はい、おつらくないですか？全然大丈夫です。あ、大丈夫ですか？早くね、やりたいですね、ご自身で。そうですね。いつまでとかあるんですか、契約？あ、ないです。あ、そうなんですか。はい、あのまあ一応その契約上は最初は1ヶ月契約で、あとはもう延長で解除されるまで3ヶ月3ヶ月3ヶ月みたいな。まあ1ヶ月で切られちゃうかもしれないけどちょっと寂しいですね。そうなんですよ ね、だからいいかなと思うし、いいかなって思う。ただそこでなんかそのこっちとしては全然いいんで、そうですね、厳しいですよね。ストレスがあるからここが痛いですね。ストレスすごいかかってますよ。憂鬱で本当に気が重くて、あ、痛で苦痛で。いや、なるほど、はい。掃除する時間もないから、あのなんか排水口の、でもそれもやってる時間もないし。そうなん。なんかそういうのもやっぱり気になるんですよね。結局何をやってもやっぱり気になっちゃうんですよ、その。広々してましたね。はい、はい、結構綺麗じゃないですか。綺麗です、綺麗です。きちんとしてました、はい、確かにすごい右の方が硬いですね、首なんかも、はい、違う、押された感じも全然違う。そうですよね、左は柔らかいんですけど右がガチガチです。はい。